阪急総前寺駅前、いわゆる大宮橋の踏切にあたります。ちょうど今ですね、電車がやってくるところなんですが、その大宮橋の踏切を過ぎたところには、本来であればこの時期に行われる予定だった国島浄水場があってですね、桜並木があるんですけれども、今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、中止になっているんですね。で、現在の国島浄水場の桜並木はどうなっているかをですね、皆さんにご紹介したいというふうに思います。まずはですね、その、船舶時のですね、火がある前にですね、桜があるんですが、こちらはほぼ半分近くですね、咲いてきたという印象なんですが、ちょうど今7304編成、幕がですね、更新された大阪梅田行きの準急、そして3358編成の、準急も通ってます。こちらはまだ川原町のわらでございますが、その準急川原町工事の時間の問題かもしれません。その阪急総前寺駅の大阪梅田方面の改札前にも、このように桜の並木がですね、並んでいるんですけれども、ちなみに左側が国島高校のグラウンドになります。そしてちょうど今、11号の東野川区役所前行きが通っていたところになりますが、こちらも大体は2から3分ぐらいの咲き具合というところでしょうかね。本当であればこの、桜並木がこちらのゲートからですね、通ってくることになるんですが、実は左の方にもですね、このように、実は小さな歩道があるんですね。今ちょっと工事中でですね、ちょっと道幅が狭くなっているんですけれども、ちょっと自転車をですね、ゆっくりと行きながら、桜の様子をご覧いただきたいと思います。白い花の方、白い桜の方はですね、もう早咲きしていてですね、徐々に緑の、葉っぱも出てきている状況なんですけれどもね、大体は2から3割ぐらいまだつぼんでいる、桜もですね、いっぱいあるという印象なんですけれどもね。この先を進んでくると、白い、桜がですね、続いてきているということなんですね。こんな感じになります。今回は3月30日に、収録しているものをですね、現在のものをご紹介しています。そしてこちらのあたりに来るとですね、このようにですね、白い桜が満開に咲かしているんですね。そしてこちらがですね、桜並木の中でも一番のハイライトとなるところになります。こちらもですね、大体は1から2割ぐらいの咲き具合ということなんですけれども、あと1週間するとこちらの方もですね、いっぱいに咲き誇ってきてですね、満開の状態になるんではないかと思いますが、ちょうど今ちょっと京都川端町行きの特急、新幕になった、9301編成が通っていたところになるんですが、いっぱいソメイヨシノの花が徐々にですね、咲き出しているという印象があります。そして、終点の方が見えてくることになりますが、全体を見ていても、白いものがあればピンクっぽい、桜もあってですね、綺麗に咲かしている桜も多くなってきているという印象がありますね。そして、終点の方へと向かってきます。この辺りはポンプがあるところなんですけれどもね、このような感じに、なっているんですね。まだ大体は2分から3分ぐらいの咲き具合というところかもしれません。そして最後に、国島浄水所のグランド前にあたる、いわゆるですね、東側ですね、ご紹介したいと思うんですが、その東側、こちらの方も大体は3分ぐらいの先ほど、先を進んでくるとですね、もう半分以上、8割ぐらいが咲いてきているあるということなんですね。今年は残念ながら国島浄水場桜並木通り抜けは、新型コロナウイルス感染拡大で中止になりましたが、いつかはですね、また、
国島浄水所の桜の咲き状況をご紹介できればというふうに思います。今回は3月30日現在の状況をご紹介しました。